クローカー、クローカーは、アメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻、艦名は泣き声を上げる、鈴木メニベカの総称にちなむ。クローカーは1943年4月1日に、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート車で寄港する。1943年12月19日に、少々の夫人によって浸水し、艦長ジョイリー中佐。 アナポリス1930年組の指揮下1944年4月21日に収益する。ニューロンドンを出港したクローカーは6月26日に真珠湾に到着した。7月19日、クローカーは最初の紹介で東、シ品川及び公海に向かった。8月6日夜、クローカーはの古式島列島近海で3500トン輸送船を発見し、 魚雷を4本発射したが命中しなかった。クローカーは浮上して、追撃の上、1時間後にの地点で再度魚雷を3本発射したが、この攻撃も成功しなかった。8月7日12時過ぎ、クローカーはの長崎の真南、牛深の西方洋上で苦戦艇と対戦小会期に護衛され航行をしていた、軽巡洋艦長領を発見した。クローカーは魚雷を四本発射したが、 ながらが、ジグザグ高校で点出したため、魚雷は逸れたと、中は諦めかけていた。ところが、2分後に、ながらが、元の深度に戻ってきたため、少なくとも1本は命中することとなった。12時22分に、魚雷1本が、ながらの右辺後方に命中。ながらは艦首を上にして間もなく沈没し、クローカーはその様子を、戦望鏡越しにカラームービーで撮影した。 8月14日未明には、の地点で、レーダーにより、目標を探知し、魚雷を6本発射。うち2本が命中し、特設運送船、第7代元丸、名村汽船、1289トンを撃沈した。8月16日夜に、もの地点で9ノットで航行する小海底を発見し、魚雷を1本だけ発射。魚雷は特設総海底、台東丸、 西日本旗船267トンに命中し、爆発と閃光を残して沈没した。日本側が台東丸の沈没を知ったのは、幾日か,か経ってからのことだった。翌8月17日未明の地点で、レーダーにより目標を探知したクローカーは、魚雷を二度にわたり三本ずつ発射。一本がエラーを起こしたものの、魚雷は二本が輸送。船山寺丸、山下旗船。 6862トンに命中し、山寺島ルは3分で沈没した。日本側は、食雷を疑っていた。この攻撃で、クローカーは魚雷を使い果たした。8月18日から8月20日までは、B-29 の支援に当たった。8月31日、クローカーは43日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。一連の功績で、 海軍主君部隊賞を受賞した。9月23日、クローカーは2回目の紹介で、エスカラー、パーチとウルフパックミラキン、エスマウダース、ミリカンの略奪者を構成し、東、シナ海及び航海に向かった。10月9日夜、クローカーはの地点で、レーダーで目標を探知し、目標に接近した上で魚雷を4本発射。魚雷は本すべてが、 輸送船、上木丸、栗林商船、2211トンに命中し、間隔の短い爆発が続いた後沈んでいった。10月12日未明にはの地点で、総海底と、おぼ式艦艇を発見し、魚雷を3本発射してすべて命中させ、目標を撃沈したと判断された。10月17日朝、クローカーはの地点で三パンを発見し、 40ミリ機関砲と20ミリ機銃の射撃で撃ち沈めた。10月23日未明に、モノ朝鮮半島南西岸海域で輸送船白、乱丸、白用、汽船887トンを発見し、魚雷を4本発射して1本が命中し、白乱丸は沈没していった。まもなく3隻のスクーナーが現れ、40ミリ機関砲と20ミリ機銃の射撃で、 30トン級スクーナーを破壊した。10月24日明け方、クローカーはの最終島西岸北型沖で、レーダーにより、輸送船団と、応募式複数の目標を探知する。5マ06船団に接近した、クローカーは、4時過ぎになって大型輸送船に対して、巨雷を3本発射し、続いて、別の大型輸送船に対して、巨雷を2本。 中型輸送船に対して、艦尾発射艦から魚雷を4本発射する。魚雷は1本が、輸送船ガスサンマル、日本海、機船、4515トンの船尾に命中し大破させ、ガスサンマルは、最終島に栄光されていった。クローカーは、モマ零六6船団を追跡し続け、2隻の輸送船と1隻の護衛艦に向けて、魚雷を4本発射。魚雷は輸送船ミカゲマル。 無国船2741トンに1本が命中刺激鎮した。クローカーは、モマ06船団への攻撃で魚雷を使い果たしたため、帰祷することとし、11月4日から5日にかけて、ミッドウェイ島に帰港。11月10日、クローカーは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰還。艦長が、ウィリアム・ B ・トーマス少佐、アナポリス1936年組に変わった。 12月13日、クローカーは3回目の紹介で、ソーフィッシュ、ポンポン及びアスプロと共にウルフバックを組んで、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。12月25日にサイパン島に寄港するが、その夜に第762海軍航空隊の民が、などによる空襲に遭遇する。翌12月26日にタナパグ湾を出港し、小クに到着。 1945年に入り、リンガエンワ湾上陸に先立って行われた、第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将や、第7艦隊、トーマス・シー・キンケイ中将によるルソン島への攻撃、ルソン島の戦い及び、グラティキュード作戦に対しての救助支援任務に従事することとなった。この紹介では、紹介艇以上の敵艦と遭遇することはなく、攻撃機会もなかった。 2月12日、クローカーは60日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還した。3月12日、クローカーは4回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。この紹介では修理のため、二度ほど細かい修理のために、フリーマントル屋に一時帰還することもあった。また、この紹介においても、攻撃の機会はなかった。4月22日、 クローカーは42日間の行動を終えて、スービックワンに帰島した。5月15日、クローカーは5回目の紹介で、ジャワ海に向かった。5月30日夜、クローカーはのジャワ海で、護衛艦を伴った3隻のタンカーとおぼしき船のいる、輸送船団を発見し、魚雷を6本発射する。6本のうち1本が2800トン級タンカーに、 命中して目標は沈没したと判断される。続いて、護衛艦に対して、魚雷を3本発射し、1本が命中してこれも、撃沈したと判定された。3番目の目標に対しても、魚雷を、計8本発射したが、3番目の目標に対する2度の攻撃は成功せず、3度目の攻撃で魚雷を4本発射し、1本のが2800トン級タンカーに命中させて沈め、 ようやく敵を一掃することができたと記録した。一連の攻撃で、特設船定権海丸、日本海洋漁業、89トンに護衛された2隻の、シャトルボート、第146号交通艇及び、第154号交通艇を撃沈した。6月5日、クローカーは22日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月1日、 クローカーは6回目の紹介で南シナ海及び香港方面に向かった。この紹介では一貫して空襲部隊の救助支援を担当した。8月7日から9日まで台風に翻弄され、8月13日から14日にかけてはスービック湾に寄港する。8月22日、クローカーは47日間の行動を終えてサイパン島に帰島した。クローカーは サイパン島を出港し、新獣湾、パナマ運河を経て9月25日に、テキサス州ガルベストン寄港した後ニューロンドンに外旋。その後は1946年5月15日に退役し、大西洋予備役艦隊入りする。1951年5月7日に最終駅したクローカーは、ニューロンドンで訓練艦としての任務に従事した。 1953年3月18日に予備役となり、ポーツマス海軍造船所で対戦潜水艦への転換が行われる。1953年4月9日に SSK-246 対戦潜水艦へ艦首変更され、1953年12月11日に再収益する。1954年2月に現役復帰し、クローカーは 東海岸及びカリブ海で活動。1957年と58年には、NATO の演習に参加し、イギリスの港を訪問した。クローカーは1959年8月に、再び SS-246 に艦首変更される。1960年2月に、特別潜水艦演習が行われ、再び、イギリスを訪れる。9月にクローカーは、地中海、 スウェズ運河を経由し様々な中東の港及びパキスタンのカラチを訪問した。12月半ばにニューロンドンに帰還する。1967年5月、クローカーはギース -246 実験潜水艦に艦首変更され、1968年4月2日に退役する。クローカーは1971年12月20日に除籍され、 同月にナインスマイナス246雑液潜水艦に艦種変更され、1988年以降クローカーはニューヨーク州バッファローので博物館船として公開されている。クローカーの6度の紹介のうち第1、第2、第5、第6が成功として記録された。クローカーは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞し、 激沈した艦艇の総トン数は19710トンに上る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。